キャスパー・ルードは、ノルウェー・オスロ出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーでは、シングルス6勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス10位。ダブルス133位。身長183センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。コーチは元プロテニス選手で、父親のクリスティアン・ルードが務めている。キャスパー・ルードの父。 クリスティアン・ルードもプロテニス選手で、1997年、全豪オープンでは4回戦に進出しており、世界ランキング自己最高39位はキャスパーが、更新するまで、ノルウェー人の最高位であった。また、キャスパーは、ジュニア世界ランキング1位を記録した実績を誇る。2017年、リオオープンで自身初の ATP ツアー準決勝、進出。 これにより133位にランキングを位置づける。ワイルドカードにより、マイアミオープンで自身初のマスターズ戦初出場を果たす。2018年全豪オープンでグランドスラム初出場。2回戦でディエゴ・シュワルツマンに敗れた。年間最終ランキングは112位。2019年全米男子、クレイコート選手権で自身初のツアー決勝進出。決勝では、 クリスチャン・マリンに敗れた。全仏オープンでは3回戦で、ロジャー・フェデラーに敗れた。2020年のアルゼンチンオープンでツアー初優勝を果たした。これは、ノルウェー人として、初のツアー優勝となった。全米オープンでは3回戦で、世界ランク8位のマッテオ・ベレッティーニに敗れた。全米オープン翌週のイタリア国際では、準々決勝でベレッティーニを破りマスターズでは初めて。 ベスト4進出を果たした。準決勝では世界ランク1位のノバク・ジョコビッチに敗れた。全豪オープンでは第24シードで出場し4回戦まで勝ち進んだがアンドレール・ブレフ戦で途中棄権。アビエルとメキシコ・テルセルでは準々決勝まで駒を進めるも世界ランキング6位のアレクサンダー・ズベレフに敗れた。モンテカルロマスターズで ATP マスターズ戦では2度目のベスト4を達成したが、ここでもルブレフに敗れた。続く、マドリードオープンでは、解消を続け、ベスト4に進出。しかし、準決勝で、マッテオ・ベレッティーニに敗れた。5月のジュネーブオープンでは、決勝で、デニス・シャポバロフを破り、ツアー2勝目を挙げた。全仏オープンは3回戦で、アレハンドロ・ダビドビッチ・ホキナに6から7。 6から2、6から7、6から0、5から7のフルセットの末に敗れた。ウィンブルドン選手権では1回戦で、ジョーダン・トンプソンに6から7、6から7、6から2、6から2、2から6のフルセットで敗れたが、同大会のダブルスでは、アンドレ・ゴランソンとペアを組み、ベスト8入りを果たした。さらに7月には、ATP250 クレーコートの大会で3週連続優勝を、 果たす。3週連続での優勝は2011年のアンディマリー以来の快挙である。これにより、自己最高の ATP ランキング12位となり、ノルウェー人としての最高位も更新した。ナショナルバンクオープンではベスト8イリオシ、準々決勝でステファノス・チチパスに敗れた。その後のウエスタンサザンオープンでもベスト8イリオシ、準々決勝ではズベレフに敗れたが、 世界ランキング11位を記録した。9月13日に世界ランキング10位を記録し、ノルウェー人初のトップ10選手になった。22歳でトップ10を記録した選手の中では過去最年少であった。全米オープンでは2回戦敗退。その後は欧州選抜としてレーバーカップに出場。シングルスでライリーをペルカに勝利。欧州選抜チームの優勝に貢献した。 9月下旬のサンディエゴオープンでは、マリー、ロレンツォ・ソネゴ、グリゴール・ギミトロフ、キャメロン・ロリーを破り、ツアー6勝目を挙げた。10月は2年ぶりの開催となった、BNP ・パリバオープンに、第6シードとして出場。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。